て決勝の3本目であります。ブレッドブラッシー、それは作戦か、場外へ逃れました。お客様が声を合わせてカウントを行います。コーナーに入った時のブラッシーというのは警戒しないと。あ、飛び出しました。そうですね、反則技に対してはフェアな力を持って対抗しようという力道山であります。ついに空手チョップでフレッド・ブラッシーはマットの上に長々と伸びましたが、ロープのそばでございます。再び空手です。空手一発二発決まるか、体が食べか、カウント2です。カウント2、タフネスを誇る前チャンピオンのフレッド・ブラッシー、再三再四にわたる空手攻撃にもうまくロープを利用して逃れております。しかし力道山の空手チョップに対しても立ち上がってくるという、あのタフさはやっぱり一流のレスラーですね。こんなにしかし力道山の空手チョップを浴びて耐えているレスラーはちょっといませんね。ことに、オルテガ級の大きいものなら別としてですね、この程度の体で空手チョップに対するタフさでは尋常じゃないです。ただただ遠来の日本の力道山に奪取されました。チャンピオンベルトへの執念から度重なる空手チョップにも耐えております。フレッド・ブラッシー、ついに力道山の報復のキックを浴びまして、しつこく延々といった場面でございますが、しかし分かりません。アメリカのプロレス界の歴史そのままを物語る、いわば村雲の剣であり、長玉であり、八田の鏡でもある黄金のチャンピオンベルトへの執念は異常なものでございます。再三再四にわたって力道山の報復のキック、あるいは鮮やかな空手チョップを浴びておりますが、フレッド・ブラッシーこらえております。さてリングの中央です。バックを取りました。バック投げから攻勢に立っております力道山です。しかしそれはいずれも決め手とはなりません。再び首を締めに行きます。首に腕がかかります。フレッド・ブラッシーの攻撃、ニードロップ、膝落としから体固めの体勢です。カウント2で起き直りました力道山。再び噛みつきました。再び三度と襲いかかります。猛禽類を思わせる鋭い瞳、念願の真の世界選手権を獲得いたしました力道山、第1回の防衛戦でございまして、このチャンピオンシップをより完璧なものにしたい日本の力道山でございます。度重なる全く悪どい反則技ではございますけれども、それに対して堂々とフェアに戦っております。噛みつきから反則のキック、さらにパンチと繰り出しておりますが、さて空手チョップ推薦打ち、どうか、鮮やかにロープに足を伸ばしました。ブロッキーになりながらもコーナーのロープを使うということを計算に入れてるんですから、実に老快です。まあ、こんだけ荒っぽいブラッシーに対して、これまで戦えるというのは力道山を置いてはいないでしょうし、また逆に、力道山に対してこれほどタフであるというレスラーもブラッシーではなくちゃいないというようなもんだと思いますね。
場外へ転落かと思わせましたが、ロープに手をかけておりますフレッド・ブラッシーです。リング外へ再び転落。打たれても打たれてもリングの中へ戻ってまいります。そして臆面もない反則のキック、あるいは反則のパンチ、さらには噛みつくといった荒技を持っておりますフレッド・ブラッシーです。いよいよ時間が迫ってまいりました。1対1決勝の3本目です。時間切れいっぱい。しかしフレッド・ブラッシーも完全な勝利を力道山に与えることはいたしません。さらに反則のパンチを繰り出しています。はい当たり、はい当たり、どうだカウントか、2、3大変な騒ぎでございます。よくやった力道山、よくやった、よかった、よかったという声が盛んに聞こえてまいります。